はい。えー、こんにちは。こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、青森記念競輪最終日。12レース決勝戦の予想を、えー、行っていきます。えー、概要です。はい。えー、こちらですね。えー、渡辺裕太を、えー、先頭にする難関勢。 え、それから吉田拓也を先頭にする、関東。これらが先行すると見られます。ただですね、やはりお互いを意識し、し合うだけに、あえて狙ってみたいのは地元北日本勢、森沢を先頭にしまして、森沢ん何でもできますんで、え、その、 タラインの流れを見ながら最後、まあ、足を溜めて何かし,、えー、してですね、絡んでくるんじゃないかなと思っております。はい、詳しく見ていきましょう。12レース決勝戦ご覧の9人。そうですね。まあ、あ若手からベテランまでバランスよく揃ってるという、揃ってるという感じはしますね。 えっと、まあ、ただ言えることはですね、若手、自力型の足、動ける足っていうのがまあ求められているんじゃないかなと思います。えー、っと、準決勝戦は一着以前をバック取った自力タイプが一着を取ってますね。まあ、準決勝ならでは、 三着まで決勝になる準決勝ならではというのはあるかと思いますが、果たして決勝はそう簡単に行くかどうかですよね。はい。えっ、ー、と、一応こちら、並びは四分線って書いてますが、三分線プラス月盛りが短期ですね。えっ、ー、と、それぞれラインができているところは、えっ、ー、と、429の南関、817の北日本、35の 関東とはっきりしております。西日本、唯一の西日本が月森ですが、やっぱり99点。他がまあ100点以上あるだ、あるのに対して、99点というのは、ちょっと見劣る感じはあります。森沢八8番車ですけど、111点は持ってまして、すごく、あのー、今、 縦横とも、あの、好調です。何をしてくるか分からない魅力はありますね。三連太の支持なんですけど、これは、うん、吉田晴友、大月、渡辺裕太、森沢と結構、また割れてますね。えー、っと、さ,さっき二車太を見ると10倍を切るものがありませんでした。 ということから考えてもですね、ちょっと皆さん、悩まれてるんじゃないかなと思います。私は迷いました。渡辺裕太が落ち着いた仕掛けをするんで、渡辺から最初行こうかなと思ってました。とか言ってると渡辺が優勝したりするかもしれないですね。えっと、前の 前の場所ですね。向こう町では最初、えー、地元と言ってたのが、変えてしまいましたからねえっ、ー、と、まあ、地元なんですけど、まあ 京都、京都勢と思ってたのが、あの、三谷が、やっぱり、ダービーはじめ G12 つ取ってますから、そこは勝つ競争になるん、勝つ仕掛けをするんじゃないかなと思ったのが、ちょっと誤算に働きました。まあ、今回は、見たいと思いますね。最近ちょっと、あの、共同通信社配から予想のポイントに挙げているのが、 自力型、ま、いろいろ、あの、上がってはくるんですけど、その中で、先行したい選手と、まくりたい選手がいると思うんですが、先行したい選手が一人だけなのか、まあ、二人なのか、まあ、あまりないですが、三人なのか、えー、と、いうことになると思います。一人だけだと、 そう、先行したい選手が有利です。まあ、もしくは、番手が強ければ番手がチャンスってことも、どちらかだと思います。どちらにしても先行ラインが有利です。えー、一方、先行したい選手が二人いる場合は、えー、潰し合いになって、 二人共倒れに終わると、えー、いうことで別戦。共同通信支配はまさしくこの展開で、まあ勢いのある若手が、の、決勝に乗ってきたんですが、えー、大田龍馬と山崎健山崎健人が乗ってきたんですが、やはり、 山崎はすごく頑張ったと思うんですが、まあ、アクシデントなどもありましたが、お互いを意識するようなレースが、ジャンあたりでは見られておりまして、そこでやっぱり足使っちゃうんですよね。なので、結局、山崎は4着に残ったとはいえ、両方とも3連打には,には絡まなかったということで、えー、っと、 両方の友倒れ。まあ、まくりが決まったり、直線、えー、っと、縦のある選手が突っ込んできたりということで、まあ、共同通信者杯も、結局、あの、うまいポジションを取った、平原が、えー、直線抜け出して、まあ、ゴール前かわしだった。結構危なかったんですが、優勝2着に清水。 清水はいいレースしましたよね。だったということになります。じゃあ今回はどうなのかというと、最初は渡辺が先行1社なのかなと思って、渡辺を本命にしようとしたんですが、バック回数見ると吉田拓也の方が多い。唯一の2桁です。吉田拓也は一方2社ですね。 で、渡辺裕太は、後ろ、えー、渡辺春友を連れているということで、積極性が増すというのは、あの、考えられるんです。ただ、吉田もですね、ここの近況実績見ると、先手を取ってる、あの、バックを取ってる競争が、もう圧倒的に多いんですよ。一方、渡辺裕太は、準決勝こそ、あの、バック取ってますけど、 それ以外となると、以前見られた積極性に欠けるような、あの、シーンがあるんです。なので、えっ、ー、と、まあ、あにし、私の予想としては、えっ、ー、と、ま、あどちらか、もしくは、まあ、あ森沢という考え方もありますね。が、誘導を早めに外して、えっ、ー と、吉田と渡辺が、まあ、どちらか先行体制入って、えー、っと、吉田渡辺が、意識しながら、ペースはそんなに上げずに、で、残り一周から踏むような展開じゃないかなと思うんです。まあ、残り一周から踏めば、普通であれば、まあ、誰も叩いてこないというプレッシャーがあるんであれば、もう、 この二選手なら押し切っちゃうんじゃないかなと思うんですが、やはりお互い、このレースとなると、吉田拓也107期、渡辺裕太は105期ということもあって、やっぱりライバルというか、意識し合ってしまうんじゃないかなと思いまして、この二者は外します。 で、えー、っと、森さんはどうするかというと、この2社を見ながら、その真後ろで足を溜めて、えー、どういう仕掛け方をするかですよね。直線まで待ってもいいし、バック、森さんだったら、あの、バックぐらいから仕掛けたり、 中割ったりということも考えられます。2センターぐらいから。で、大月もコース割ってくるでしょうから、ま、あこの辺、モニサーや大月がどういうコース取りをするか、というのは、えー、気になるところです。例えば、吉田が先行した場合は、吉田岡で行ったその後ろあたりにいるでしょうね。で、 果たして森沢が自力で出るのか、直線まで待つのか、中を割るのか。まあ、いずれにしましても、まあ、逆に、あの、難関が逃げて、4、2、9で逃げた場合は、9の後ろに8がいるという流れになるでしょう。三者ということもあって、やっぱり森沢も3人連れてますからね。 何らかの責任ある競争はしなきゃいけないと思ってるでしょうから、うん、どちらかというと、最後自力に転じるような走りで、えー、っと、ラインで決めてくると思います。まあ、とはいえ、斎藤はそんなに縦足今ないですから、勝負権あるのは森沢か大月かと思います。えー、この両者を本戦にしたいと思います。 えーっと。一応、森沢が早めに踏んで、大月が突き抜けるようでしたら、一応、斎藤利信の,の流れ込みも抑えますが、基本はですね、えー、っと、先行した、 先行するであろうラインの一番後ろにいる山賀や岡。これらが別戦では狙いじゃないかなと。まあ、月森も決勝乗ってきて準決勝一着なので、不気味な存在ではあるんですが、まだまだ99点ということで足りないんじゃないかなと思いまして、えー、この、えー、と、大月と森沢からですね、 まあ、折り返しを中心に、えー、大月から斎藤敏信を抑えつつ、えー、この両者から、えー、別戦の一番後ろを回る選手というのを、大根にあげてみました。うん、えっ、ー、と、折り、その辺は折り返しもあるんじゃないかなと思うんですが、やっぱり結構前を意識しちゃうので、 あと山がもう、まあ、渡辺晴,れ晴友が前に,前に行って3番手を固めるという名目上ですね。そうそうあの、いつものような縦、縦とか、コースを割ってくるような競争は、ちょっとしづらいんじゃないかなと思います。まあ、 えっと、その先行するラインよりも、足を溜めれた北日本の方が最後、あの、直線では余裕があるんじゃないかなと思って、えー、っと、北日本の、えー、森沢大月、これらの頭で行ってみたいと思います。はい、以上、青森記念競輪 12S 決勝戦の予想をお送りいたしました。 えー、この関連動画動画プレイリストは最後の20秒で流れますので、お時間ありましたら見に行っていただければ嬉しいです。もし、あの動画を投稿されていらっしゃるチャンネルをお持ちの方で、チャンネル登録してもいいよという方はぜひ、えー、お願いいたします。コメントなどもいただければ、 例えば何人目の登録だということになれば、まあ、詳しくは言えませんけど、えー、っと、そうですね。何らかの対応をさせていただきますので、えー、ここは察してください。よろしくお願いします。はい。えー、以上。経理予想、ゲーム動画でいこうでした。